なさい。孫妃の声ね。だな。いや、春日くん、元気？超。それに。何？あのおじいちゃん、誰なの？こら！やつは星野竜兵、青龍会の会長だ。ということは、じゃあこの三人は。偉人さん、そのトップ全員がこの場に揃ってるってことだ。カズマよ、これは一体どういう状況だ。どうぞ中まで。ねえ、構想中じゃなかったの？この人たち。ああ、そのはずだ。おかしなとこでお会いしますね、星野会長。組織同士は構想が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないっすか。俺たち三人が会うのは年に一度あるかないかだ。だが肉の壁の均衡を保つため、情報を共有する必要があれば、こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。今下の者同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか？うちの青龍会は若い者を二人蜂の巣にされた。そして半品龍馬は庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れるからな。何の理由もなく矛は収められん。そういうこと、うちだって同じ。なるほどね。じゃあここで何やってんだ？トランプでもやってこの構想の勝ち負け決めんのか？そのアイディアいいね。ふざけんなよ。すでに人が死んでんだ。なのにあんたらがここでこんな狙いごっこしてるって下々の連中は知ってんのか？知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは、頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としては返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか？そういうことになるな。でもまたいつ死人が出るかもしれねえのに。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。均等な三角形は外部からの圧力に対して高い強度を持つ。日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか？今さらここで戦後の話かよ。あれ何か？ああ、そうだ、戦後の話だよ。この町の構造が生まれたのもな。戦後混沌に生まれたのが闇市。そこで初代青龍会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたといえる。その頃わずかに離れた横浜中華街では、中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。そして勝利した一方は、今でも中華街で繁栄した。
そして敗れたもう一方は後にハンピン・リューマンとなる中国人たちだった。ハンピン・リューマンは生きる場所を求めて異人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を青龍会も黙って受け入れるはずもない。ハンピン・リューマンと青龍会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らないですか？退屈か？だが歴史を知らずにこれの話はできん。お前の持っていた偽札だ、カスカ。青龍会はそいつを承知だったんですか？ああ、コミジュルで刷られた偽札の日本円は全て俺の元に集められる。じゃあ青龍会が全部裏で糸引いてたってことですか？どういう意味だ？中国圏の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地はハンピン・リューマン。でもそれを全て手に入れてるのが青龍会。あんたら全員グルだったのか？春日君、結論急ぎすぎ、落ち着きなさいって。こっちはイライラしてんだ。そもそも青龍会の人間に間違われて、拉致られて、抗争の火種だの因縁つけられて、難波の賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられっか？まったくよね。じゃあ青龍会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された縁の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。荻窪豊の懐の中だ。荻窪豊？さっきある記事で見ましたよ。民事党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか？なんでそんなこと？それがこの地の歴史だからな。え？もう60年も前になる。異人町の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。あの人が青龍会の初代とハンピン・リューマンのボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを？青龍会とハンピン・リューマンへ？何のために？当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。だがあの人はもともと異人町を縄張りにしていた青龍会の連中と、異人町へ流れ着いたハンピン・リューマンが限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのはハンピン・リューマン、印刷と運搬は青龍会という具合にな。で、作る方法は荻窪が？そうだ。その施策が異人町の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪は刷られた金をこの町の警察連中にばらまいた。警察に？青龍会やハンピン・リューマンに渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよく分かっていた。そうすか。じゃあどうして警察に金を？彼の目的は警察を意のままに操ることだった。
渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。そして荻窪は警察に異人町のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域でハンピン・リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃハンピン・リューマンにはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は異人町のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかったハンピン・リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか。ハンピン・リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろう。まあな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうこともできた。その上でハンピン・リューマンとの抗争で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。ふん。荻窪から授かった恩恵を理解できたが。確かにわかりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになった。え？かつて韓国人同士が集ってジンゴン派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。ジンゴン派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに異人町へ流れ着いた。私も幼かった頃、母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって異人町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない。同胞の数が増えるたびハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあハンピン・リューマンと戦争も。いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。ある日我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。さらに全ての秘密が漏れぬようその監視も我々が命じられた。それが異人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして清流会、ハンピン・リューマンと共にコミジルも異人町の一角を担うに至った。そして異人さんが完成したってことか。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は異人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、民事党幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。なるほど。そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと。結果がどうあれやり方が間違っていると言いたいんだな。では例えば警察はどうだ。戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。
その事実をあんたは否定できるのか？そりゃ、その…今はそういう話はいいじゃないですか。とにかく、今教えてもらった話が偉人帳の過去ってわけですよね。でも、俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由は、要は何です？春日君のお友達難波君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。弟を探す手がかりは弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。だからもともと難波君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃねえ。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。え？あ？なんだと？その人物に免じてお前には目をつむろう。誰がこの偽札を俺に？どうしても教えてほしければナンバを捕らえてこい。お前ら自身の手でな。なんちゃんを？でもそんなことしたら。そうかい、カズガ。だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りてえことなんざ何もねえ。それで話はしまいかい。もしもの話、偽札の秘密が漏れれば肉の壁は力をなくす。偉人帳のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな、あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東上界や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの。カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ大海のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。そう来るかい。俺にはこの町に借りがあるってか。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ大切なことを言っておく。何です？難波にはすでに資格を放ってある。何だって？資格って誰だ？はい、うちが引き受けました。ハンピン竜馬が。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。てめえ止めさせろ。そりゃ無理。俺偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする？放っておいたら難波は死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前が難波を捕めろ。ハンピン竜馬よりも先にな。いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。この先はお前次第だよ、春日一番。とにかくまず難波を死角から救うのが先ってことか。